はい。では、速さに注目して運動を説明していきたいと思います。はい。速さに注目すると運動は3つに分かれます。だんだん速くなる運動、だんだん遅くなる運動、で、速さが変わらない運動の3つに分かれます。はい。で、それぞれの運動の、速さと時間の関係、距離と時間の関係のグラフがどんな形になるのかはしっかり覚える必要があります。はい。例えば、速くなる運動の場合、時間とともに速さがどんどん、速くなっていくので、右上がりの直線になります。で、時間と距離の関係は、時間が経つにつれて、後半、進む距離がどんどん伸びていくので、この場合、こういった、曲線になります。数学で、後から習うと思います。これ、放物線です。はい。で、遅くなる運動は、今とは逆で、どん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 速さが、遅くなっていくので、下に下がっていきます。はい。で、時間とともに進む距離が、少なくなっていくので、で、止まってしまうとも最終的に距離はずっと一定です。はい。上がっていかない。で、速さが変わらない運動に関しては、速さが常に一定なので、横にまっすぐの直線になります。はい。で、時間と距離の関係は、一定の、速さで、どんどん進んでいくので、距離も、それと同じように、伸びていきます。右上がりの直線です。はい。で、この速さが変わらない運動のことを、別の言葉で言うと、等速直線運動って言います。はい、これ絶対に覚えるようにしてください。等速直線運動。速さが変わらない、まっすぐ進む運動のことです。はい。で、次、速くなる運動について、なぜ速くなるかなんだけれども、例えば今これが台車です。これが坂道ね。はい。まず、この坂道に台車を乗せると力が働きます。斜面と同じ方向に力が働くんだけれども、その力はどこで測っても一緒です。はい。斜面のどこで測ってもその加わっている力は一緒。はい。なんだけれども、例えば今最初の段階で1の力が加わったとします。で、また真ん中あたりで1の力が。で、後半でまた1の力。この力自体は一緒です。はい。なんだけれども、斜面を下っていくにつれて、最終的に、この1たす1たす1で3の力が加わるので、最終的にはどんどん速くなっていくんです。はい。で、傾きが大きければ大きいほど、この速くなる割合は大きくなります。一気に速くなる。で、傾きをもう大きく大きくしていって90度にしたら、もうそのまま落下します。これを自由落下と言います。